2020年4月リミットレギュレーション予想というわけで、皆さん KC カップお疲れ様でございました。 KC カップ走られた方も走られてない方も、気になっているであろうリミットレギュレーション、これをね予想していきたいと思います。もはや恒例行事となってきましたね。あくまでもリミットレギュレーション、次期リミットレギュレーション予想なんで、あくまでも予想なんで、必ずしもこうなるっていうわけじゃありませんから、予想するのは自由でしょ。たまにねコメント欄でなんかすげえぶち切れてる人いて、ふざけんなよみたいな、せっかく課金したのよみたいな人いるんですけど、別に予想してるだけですから我々は必ずこうなるっていうわけじゃないんで、それをまあちょっとご理解いただきながらちょっとご覧いただければなと思います。で、この予想自身、この予想自体はディスコードのメンバーと議論したりして予想したものでございます。まずですね、スキルの修正と、カードの修正、そして、規制緩和について話していきたいんですが、まずスキルについては候補4つあります。4つ。まず1つ目、根性。規制分、自分だけワンキルしてくるのずるいんで、規制しますということで、これね、今回の KC カップの1位取ったデッキが、局所ヒーロー、局所根性ヒーロー、根性局所ヒーロー、ちょっと言い方いろいろあるけど、そういうデッキだったんですよ。マーさんっていうね、WCS が2019日本代表の、マーさんが使ってたデッキで、結局ね、何が強いかっていうと、局所して、相手のバック戻して、ワンキルするってヒーローの圧倒的展開力を見せて、ワンキルするっていうデッキなんだけども、根性で結局先行が何もすることねえっていう、そういう状況をヒーローで、打破するというか、要は、実質高校にしちゃうっていう、コインを。根性で。これがね、とにかくね、そのワンキル自分だけ耐えて、相手はもうなんか理不尽に局所でなんか全部バック戻してワンキルしてくるっていう、でグッドグッドグッドみたいなグッドしてるかどうかはちょっとマーさんは多分さすがにあれないと思うけど、そういうのはね、だけどそういうデッキなんですよ基本的に。だからこれはちょっと根性さすがにそろそろやばくねっていう話になってて、でどういう修正すればいいかなって予想したときに、条件満たしてれば相手も発動できるよっていうのにしたら、なんかフェアなんじゃねっていう意見がありましてね。はい、これでどうでしょう。だから自分は根性を相手貫通させないと無理だし、相手も根性が、あるから、要はフェアに戦えるっていうか、いうところがあると思うんですよね。そこぐらいがなんか落としどころなんじゃないかなっていう。もはやね、KC中はデュエルストメーカーなんか根性ヒーローってやつもなんかめっちゃいたりとかなんか2体並べたらラバゴするみたいな名前のやつとかもめっちゃいて、なんかほんとカオスみたいになってたんですけども、それの、謎の駆け引きが生まれるぐらいちょっと強かったんで、根性局所ヒーローが、これはちょっとね、さすがになんかどっかテコ入れ入るかなっていう、そんな感じでですね、次がやっぱりね、原生復帰の制約。このスキルはですね、その遊戯王イシズリンクスが加速していましたんで、これ遊戯王イシズリンクスからの脱却を図るために、規制しますと。なんならですね、墓所より強い、このスキルは墓所より強い、全然墓所規制あざすみたいな、いや現世の強さなんか気づきましたあざすみたいな人結構多いと思うんですよ。だからこれはさすがに違う、ライフコストが1000以上少ない時に使用できるっていう、コストがあまりにも軽いから、やっぱバンデットとかパズルの封印とか、その相手のなんかカードに干渉するスキルってライフコストは重くするべきなんですよ。1000以上少ない時に発動できるっていう、あまりにも軽い、スキルなんで、これはなんとかした方がいいかなと思って、まずライフが1000以下あった後に使用可能ぐらいかなと。でやっぱ自分は守って墓地を、相手の墓地だけワイドに変えるってちょっとずるいじゃん、ずるじゃん、それはもうそれずるじゃん。だから、お互いの墓地のモンスターを全部ワイドに変えるっていう、これでどうでしょう。そしたらね、ワイトキングがね、ウォーミングアップをね始めてくれる可能性あるから、全然だからこれ、このスキルでいいんじゃないかなっていう。と3つ目の修正案、インチキドロー。これマジでインチキ効果もほんといい加減にしてっていうスキルなんですよね。そのレベル5以上のモンスターが戦闘で破壊されただけで強欲な壺するっていう、これ強すぎるから、これに関しては
だから自分のレベル5以上の機械族モンスター、要はリボルバードラゴン系、リボルバーとかブローバックとかあっち系の機械族モンスターが戦闘で破壊されたら次のドローが2枚になるっていう、要はちゃんとキースしろよと、ちゃんとしっかりめにキースをしてくれと。なんかさ、サンドラって誰やねんっていう、サンドラ戦闘破壊してキースで1ドロー誰やねんっていう感じじゃん。だからそこはしっかりとキースをしてくれっていう。ライデンからバルブ落として、まあそのあれドラゴンバーミルと雷獣で、まあその腕組んでなんかインチキの構えでエンドみたいなことすんのはちょっとやりすぎなんでね。でですね、4つ目スキルの最後、受け継がれる宝玉。これはねちょっと難しいんだけども、そのクリストロン、実はですねクリストロン最強説っていうのがあって、その水晶デッキは使いこなせたら世界最強デッキってもっぱらの噂なんですよ。使いこなせたらね、まあ、KC カップとかには向いてないんですよね、あんまり。その、難しいし、ルートも多いし、長いから、とにかく。だから、あんまり向いてないんだけど、使いこなせたら世界最強っていう噂があるんですよ。そんぐらい安定感があって、事故んないんですよ。で、しかもこのスキルがその事故を起きないっていうことを助けてるので、一助になってるんで、だからここは、まあ、そうは言っても、その、テコ入れが必要なんじゃないかっていう意見がありましてね。まあ、ただ俺個人的にはクリストロンが使いこなしてないマンだから、あの使いこなしてる人結構ぶっちゃけですよ、尊敬してるんですよ俺どうでもいい話 してるんですけど今。だから、まあ、これちょっと難しいですけど、まあその修正後の予想としては、まあ、宝玉獣カードを7種類以上入れたデッキをセットしてデュエルを開始した場合にしか適用されないっていう、まあ要は宝玉獣デッキで使ってねっていうスキルにするのがまあいいんじゃないかなっていう意見がありました。うん、ちょっとクリストロンマジエアプラから俺わかんない。で、カードの規制予想いきましょう。まあ、スキルに関しては以上、カードの規制予想はなど10個もあります。10個もあります。考えました、だいぶ。まずね、これはね絶対に規制してほしいっていうカードがありまして、わかりますよ皆さん、もう何が言いたいかわかりますよね。そうなんですよ、彼はね規制分壁とやってろ、マジで壁とやって。本当に遊戯王っていうカードゲームを否定してるんですよこいつは。わかりますか、その先行お邪魔キャバルリーして先行制圧、はい腕組んでダイエンドどうぞみたいなパターンとか、あとまあ高校でキャバルリープラスサイバーツインでワンキル取ってきたりとか、まあいろいろあるんですけども、とにかくねこれ3枚入れられてライフコストゼロっていうそのスキルと併用できるのやばいから、やっぱねちょっとねこれはね、まあ、暴れてはないけど、そんなに別に強いわけじゃないし、別にめっちゃ強いとかじゃないし、暴れてるかと言われると暴れてはないけど、理不尽だから。でもね、先行ワンキルとかその理不尽なデッキっていうのは駆逐されるべきなんですよ、まあ、これもね、まあ、その類なんで、これはちょっと一回黙ってっていう、禁止でもいいっていう意見もありました、中にはね。まあ禁止だとちょっとどうなのかなっていう、あのやりすぎかなっていうのもあって、まあリミット1くらいがなんか一番その人格で初手デビューフランケ引きに行くみたいなことだったらまだ許せるかなっていう、そんな気はしています。はい、で2つ目で、お次はこのサンダードラゴンデッキの安定感をまあちょっとどうしようかなっていう話がありまして、結局ねなんかそのいろいろ考えた結果、ちょライデンやばくねってなったんですよね。援軍とライデンやべえっていう話があって、例えば高校取った場合に援軍で3枚墓地肥やして、でライデンでまたさらに2枚墓地肥やして、でレビオニア出して、でシンクロなんかそのあれバレボ落ちてるからまたシンクロしてるみたいなことやってるとマジでえぐいじゃん。その召喚権使わないでなんかゴリゴリ展開してくるし、あいつら結構やばいからやってることがまじゃレビオニアとかいうさヤクザさマジで強すぎるんだけど、じゃあれはさすがに UR だしセレクションだしっていうことで規制とか無理だから、だからまあちょっとまあ強いのぶっちゃけ、ね、サンダードラゴンデッキって強いモンスターってレビオニアとバレブだと思ってるんですよ俺は。俺はレビオニアとバルブが一番強いと思ってるんですけど、ちょそこを規制するっていうのはちょっとなんか違うかなと思って、だからなんかどうやったらパワー落ちるかなと思ったら、そのライデンと雷獣を1回2に入れると、まあ、要は援軍で持ってくるのがライデンじゃなくて、まあ、要は雷獣に入れるからねデッキに、だから雷光とかになって、でなんか遅くなるかなっていう、要はライデンで能動的に墓地に肥やすってことはできないからちょっと遅くなるかなっていうのと、あとあれエネコンとかメグルとかコーカツとかの併用、結局さそのサンダードラゴンってさエネコンとかマジ強いじゃん。あんなさ大量展開してきてさエネコンされたらさたまったもんじゃないじゃん、クソ強いから。だからそういうことをできなくさせるためになんか
リミットには必要なのかなっていう、そういう気はしている。うん、ちょっとこう難しいけどね。で、次これマスクチェンジ。マスクチェンジはまあちょっとあの安倍さんも言ってたけど、まあ、各家庭にはやっぱあの2枚配布までにしようかなっていう。これちょっとあの不謹慎だったら本当すいません、不謹慎だったらすいません。ちょっとあのリンクスの話なんで、これ根性ヒーローワンキルのワンキル成功率がこれがあることによってだいぶ高まるんですよね。で局所とそのエレメンタルヒーロー局所マンっていうこのカード、このカードが強すぎるんですよ。とにかくだからこれと併用できるのはちょっとおかしいから、だからマスクチェンジを2にしてマスクチェンジ入れんじゃん。そしたらヒーローはだから局所は入んないっていうデッキに、まあ、そういうことしないとね、ちょっと局所やばいから、局所してあのファリスしてエアーするってあれ本当人間じゃないからやってることがあれなんでこれをできなくさせるのはまあちょっと最優先なんじゃないかなっていうふうに思ってます。でまあ高校初手のマスク率を2枚にすることによって抑えることもできるから、まあちょっとはなんかまあそこそこ強いデッキくらいに収まんじゃねえかなっていう気はしている。うん、どうだろう。で、次これね、これまた難しいんだよな。あのリオンとシーステルスアタック、これなんでかっていうと、そのさっきスキルで例えばじゃあ砲撃を規制したとするじゃん。そしたら結局クリストロンってまだ生きる道があって、そのウミストロンっていう要はあのクジラ、城塞クジラが入ってるやつ、あっちに生きる道があるんですよ。だからそうすると意味ないって始まって、じゃあどうするかって言ったらリオンとシーステルスをなんか3人ぶち込めば、リオンって結構3枚なんか欲しいんですよね、デッキ内に。結構グリガン作るためになんか3枚入れとかないとみたいなとこもあるし、2枚1枚にすれば一応コズミックサイクロンなんかで抜けばなんとかなるみたいなこともあるし、だこれは完全に死亡するかって言われるとちょあれやけど、ただちょっとやりすぎっていう感も否めないんだよな。うん、まあ、ただね、そのやっぱ何回も言ってるようにクリストロン使いこなせると圧倒的最強デッキって言われてるから、ちょっとこれどうなんだろうねちょっと難しいっす、クリストロンは。クリストロンちょっと難しい、これ意見くれみんなので。次ホムラガミ知らねえ、なんだろうな、サンダードラゴンとか、まあ、ヒーローとかこの辺を手加えといて、知らぬい何にも加えないっていうのだと結局知らぬいが強くなるっていう意味わかんないこと起きるから、だからどうにか知らぬいに手を加える必要があるのかなって考えたときに、妖刀知らぬいと一緒にホムラガミをぶち込めば、なんか初手の安定感とホムラガミの硬さ両方を取ることはできないから、まあちょっと落ちるんじゃないかなっていう話がありまして、もうこうするとちょっと知らぬいなんかその落ちすぎる感はあるんだけどね。ただ結局今めっちゃ強いからさ、知らぬいってさ、まだまだ結構大会とかでもやっぱりいろんな大会で優勝してるし強いので、ちょっとね、どうなのかなっていうのはある。これただ知らないは生かさず殺さずっていうのはちょっと難しい、非常に。今妖刀リミニで結構いってるし、ただモノノベリミニとかはやりすぎだし、これだいぶむずいんだよな、だいぶむずい。あ、で先に言っとくと規制を絶対しろっていうことでもないんですよ、実は今回の KC って。あの意外とね、あのいろんなデッキが活躍してる感があって今意外と、だからその必ず規制しなきゃいけないっていうデッキはね、あんまりねそこまでないかなって思ってるんだけどね。うん、そこまでね。はい、でちょっと脱線したけど話戻ると、まあ知らぬいはちょっと手こいで難しいので、この辺もちょっと皆さんの意見は欲しいね。はい、でこれはねこれはですね、そろそろ行きますね多分。マジシャンズロット規制分先行ロット陣ナビ狡猾は重度の犯罪ですということで、これに関してはマジで犯罪やからさ、これなんで放置されてたのかっていう話あるじゃん。まあぶっちゃけキャラデッキっていうその顔してのさまってたはいいけど、もうそろそろ調子乗ってんのいい加減にしろっていう話があってね、ザ先行制圧デッキって感じだから、これはそろそろまあ来るかなっていうのと、使ってるのほとんど石津じゃんっていうキャラデッキじゃねえじゃんみたいな話もあるんですよね。どうやら理解したようだな、これがデュエルリンクスだということで、まあ、これはそろそろね来るんじゃないかなと予想していますが、まあ、シャイニング松坂は悲しみそうで、次これこれプルガトリオ規制分なんで実装したし、なんでこいつ実装したし、おかしいもん。ライフ4000だよこいつさ、いていいわけなくないこれこれおかしくないか
こいつ。ただちょっと問題は UR っていうね、こいつなんかパックの。だから果敢なそうなんだよな。だからこいつマジやべえからさ、やってること。リンクスに来てはいけないカードナンバーワンでしょ。リンクスに来てはいけない選手権1位だこれ。だからリミット1にしたらちょっと正直頑張って集めた人が切れそうなんで、それどうなのかってあるんですけど、そんなこと知らんっていうレベルでこれ書いてるのおかしいかさ、こいつやばいもんこれやってること。まあちょっと召喚獣がそんなに結果残してるわけじゃないと思うんで、今回もまあ KC もね、なんでまあ殺しすぎっていう意見もあるんですけど、ただねプルガトリオはねちょやりすぎなんだよなこいつ。こいつやりすぎなんですよ。ちょっとまあリミット2とかリミット3とかぐらいに収めるっていう選択肢もあると思うんですけど、うんこいつちょっとやばい、こいつちょっとやばい。リミット1はちょっと若干やりすぎっていう感はある。これはちょっとね市場が挟まってる感は否めない。最後カードのねサイバードラゴンコア、これに関してはテスト不足でしたということで一番やべえもん多分。なんかさ KC カップで当たったデッキの中で一番やばくね、一番やべえだろこれやってること。サイドラデッキってさ何が強いってさ、そのサイバードラゴンコアでもランページでも何でもないんですよ。あのね何が強いかってね、コズミックサイキロンが一番強いんですよ。サイバードラゴンデッキってあれが要はバックを1枚除去した上でプロトサイバー出せるっていう、なんかほんとアドのアドみたいなカードなんですよあれ。だからコズミックサイクロンで相手のバックをバチコリ除外した上でそのプロトサイバー出してコア召喚してでなんかフュージョンかあのオーバーフロー持ってくるっていう、あの動きマジでセコすぎるから、あれやってることあれセコいから、だからあれはもうちょっとやめてほしいっていうのがあって、コズミックサイクロンと同じでそのリミット3にぶち込むっていうこと。まあちょっとね、ただねこれやりすぎるとそのちょまずこれそれはそれでサイバーが死にすぎるっていう話もあってね、実は、まあ、結局コズサイなんだよなあのデッキ一番やべえの。だからちょそれがねまあどうなのかなって、ちょっと殺しすぎ問題っていうまたのは発生するんですよちょっとね。だからちょっとねこれ賛否両論あるんだけれども、まあ、一応ねこれはねでもね何とかした方がいいと思うよ。なんかやってることおかしいもんあれ。はい、というわけで、カードの規制予想は以上でございます。最後規制緩和おまけですね、おまけ釈放候補2個、これドンパとパルスボム、そろそろもう良くない、ドンパいいっしょもういつまでこいつ入ってんだよ牢屋に。もうそろそろドンパはいい。なんか最近その団結空画団っていうデッキをねあの動画にして出したと思うんですけど、あの使ってて思ったけど全然強くないから、全然強くない。このインフレ環境でドンパついていってない感があるから、これは別にもういいと思う。解除してもパルスボムも結構そのギアギアで先行制圧するっていうデッキが昔あったんですよ同胞で。なんですけどこれがねもうそろそろもう別にそういう環境でもねえから、逆にこいつワンキル阻止をできるカードなんでね。だからまあうん、なんか帰ってきてもいいんじゃないかなというふうに考えております。はい、リミットレギュレーション予想は以上でございます。皆さんもですねぜひどう思ったか、本当にこれ個人的な予想なんでこうなるってわけじゃありませんから、どういうふうに思ったのかぜひねコメントをしていただけるとありがたいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。